今まさにこれをやるべきというかなというところで歌舞伎締めっていうのをやります。やはり最後最初の力でみんなが頑張ってもやっぱり最初の音しか出ないと、大きな音を全力でみんなさんで大きな音を出して全員で頑張ったらどんだけ音が違うか味わい噛み締めながらやっていきましょう。私がよーって言ったら小指から始めて徐々に増やしていきますので、それでは行きます。よー、ヘイヘイヘイ、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。